はい、えー、どうもとあるです。はい、えー、今日なんですけど、今日はですね、今後のことに関して大切なお知らせをしていこうというふうな話で、えー、動画を撮影しておりますので、えー、僕のことを知っている方はですね、ぜひとも最後まで、えー、ご覧ください。 えー、それでなんですけれども、えー、最近ですね、少しメンタルがふわふわとしておりましてですね、えー、様々な方にご迷惑をお聞かけして本当にすいませんでした。あとはですね、あ知った激励の数々本当にありがとうございます、えー。そちらを踏まえていってですね、今後、さ、え、ら、ー、に気を引き締めて活動していこうというふうに思いました。それでまあ具体的にまあどういう活動をするかっていうところなんですけれども、えー、今回まとめていこうというふうに思います、えー。それでまずですね、YouTube チャンネルなんですけれども、こちらのチャンネル、 で、あともう一個が講義動画のチャンネルというふうな二つのチャンネルがあります。ただ、こちらのメインチャンネルに関しては、今後上げていく動画っていうのは、決まっておりまして、何かと言いますとですね、コラボ関係の動画。あとはですね、行政書士を開業していきますが、この開業の話に関しても後ほどやっていきますので、よかったらですね、特に行政書士さんとかは見ておいてください。っ、まあ、っててていいいうふううななな部分でですねとととこころろが主になってくるま なのでお話と、まあと実務ですすねそこに関するお話であとは、まあ、コラボですね、えー。コラボに関する動画。一応、本日もですね、今夜コラボ行ってくるんですけれども、えー、それ関連の動画というのが主に上がってくるというふうになります。えー、じゃあ、その受験生からすると、受験生に関する、まあ、その勉強ノウハウとか、講義どうなるんだって言いますとですね、えー、ガ概要欄に貼ってあるんですけれども、そちらの方のチャンネルですね。そちらの方のチャンネルで、えー、毎日2本とか3本上げていこうというふうに考えておりますので、そちらをぜひね、 登録しておいてください。あと、ま、あネット関係に関しまして、えー、ツイッターとか、質問箱なんですけれども、えー、そちらに関しては、しばらくはやらないというふうにさせてください。えー、まあ、その、質問箱ですね。質問箱に関しても、まあ、匿名の方が質問しやすいかな、みたいに考えていたんですけれども、まあ、そうではないようなので、えー、そちらに関しては、もうやめようと、ところでございまして。えー、そして、ツイッターに関してはですね、えー、まあ、その、少し自分自身、ももう一コア向けてからやろうかな、と思いましたので、ツイッターに関しては、 ししばらく更新をしないと、えー、じゃあ、その受験に関する情報はどこで得るんだと言いますとですね、えー、ガラ柄もですね、オープンチャットを貼っておきましたので、そちらの方で、えー、情報は得てください。なので、僕としましてはもも、主にこちらの方の YouTube チャンネル。で、もう一個が講義の方の YouTube チャンネル。えー、っていうところと、あと、オープンチャット。というようなところ。えー、それを主軸としまして、えー、受験生に対して、えー、情報を配信していくことを考えていますので、よかったらですね、見ておいてください。なので、ね、まあここ数日間ですかね、えー、そのまあ受験生の方々からしますと、 不安に思思っった方いらっしゃると思う僕ですね、この数日間様々なことがありまして、いろいろと向き合っていく中でですね、自分自身がやるべきところというかね、しっかり見えてきましたので、えー、ご安心くださいというところでございまして、えー、受験生に対するカフェ系、そこに向かって進めていこうということをさらに、えー、まあその、 思い直すと言いますか、しっかりと固めるということができてきましたので、えー、今後ともですね、一緒に頑張ってやっていきましょう。はい、というところでございます。そしてですね、行政書士の実務の話なんですけれども、まあ、開業、えー、というところをなぜ急に言い出したか、というところに関してお話をしていなかったので、今回お話をしていこうと思いまして、動画を撮影させていただいております。えー、それでまず結論としてはなぜかと言いますと、えー、まあ、受験生の中で実際に受かった方々とですね、まあ、一緒に働きたいというところですね、一番 メインにありますやはり、まあ、その受験衛生指導をやっていく中で、えー、まあ、受験に対して、受験受かったよという方、えー、今年もですね、様々な方、たくさん出てきたんですけれども、えー、その時に、じゃあ、実務頑張っていけというふうに、まあ、背中を押すことしかできない状況が、えー、すごい早く、歯が良くてですね、だからどうしようかなってところで、自分自身も新しくしっかりと実務に関して勉強していこうということでですね、今回開業することに決めましたなので、えー、まあ、特に今年受かった方々とかですね、えー、はぜひですね、一緒に実務をね、頑張って勉強していこうというふうにも 考えておりますし、あとはですね、僕自身の一番の強みを活かすためにはやはり開業がいるなという,うに考えたわけでございます。で、それが何かっていうと、まあ、結論としてはですね、行政書士の知り合いがあ開業していないのにめちゃくちゃ多いというところでございます。やはりまあ YouTube をやっていて、まあ,あいろんな方と出会ってきましたし、まあ、気づけば2年3年付き合いあるなという方もいらっしゃって非常に嬉しいとことであるんですけれども、やはりまあそのそういう風なところが僕自身の強みかなと考えております、えー。要するにですね、まあその行政書士という仕事っていうのを ままああ世間一般かからすするるるるとととそそもそも何ががでできるんっってていいいうふふに結構ふわっとしているという印象があると思います、えー、さらに言うと、その行政書士としても、まあ、行政書士はいろんな仕事ができるというところが、メリットでもあり、かつデメリットかなと考えております。要するに、行政書士はいろんな仕事ができる。じゃあ、いろんなことをやっている方っていうのは、なんかふわって見えてしまう側面、きっとあると思うんです。やはりまあ、僕みたいにまあ、そういう不器用な人間からすると、一個のことに集中しないとできませんから、やはりそういうふうな、いろんなことができるっていうようなデメリットが少し 少し悔しいなあという部分があったわけでございます。ただ。 もし僕、もし僕にその行政書士関連の仕事をお願いしてもらえたら、僕はいろんな分野、おそらくはすべての分野に対して行政書士ですね、すべてというかまあその大きな分野は様々あると思うんですけれども、まあ許認可でありとか、あとはまあその給付金うんぬんとかであったりとか、まあその、えー、入管系とか、いろんなところありますよね。そのいろんなところに各所に必ず僕はね、行政書士の知り合いがいるんです。だから仮に僕が仕事をできなかったとしても、誰かに対してしっかりと紹介をするってことができます。えー、っていう,ようなところは かなり強めかなと考えていて、そこを生かしていく。そして僕自身は主軸としましてはやはりまあ行政書士といえば巨人化だろうというふうな印象が世間からするとあるんだろうと僕自身は考えておりますので、えー、巨人化ですね。巨人化一本でやっていこうというふうに、えー、決意を固めたところでございますが、もちろんまああの先輩の方々からいろいろ勉強をしながら、かつですね今年受かった方々と一生懸命一緒に頑張っていこうみたいな、えー、というようなスタンスをですねつないできながらやっていこうと考えておりますので、えー、これが僕自身が行政書士を開業していく理由。 でございますそして、行政書士を開業していた際のリアルな場面に関してですね、ガンガン出していこうと考えていますし、今現在の企画としましてはですね、事務所が完成した段階で、事務所の周りにある修業事務所100件回ってみたという動画をね、作ろうと考えているんですけれども、まあ、とりあえずはその大阪に、えー、来月、再来月にしっかりと、え、固めて、やっていこうと考えておりますので、こちらのチャンネルに関しては、行政書士のリアルな実務ということを配信することによって、行政書士ってこんな感じなんだ、ということを世間に対して伝えていこうと考えておりますが、僕 自分自身はやはりまあ教えることがすごい好きですからそちらに関してはもう1個の方のチャンネルですね、えー、ガンガン動画を配信していことを考えておりますのでぜひともそちらの方のチャンネルに、えー、コメント様々にくださいただ1点あのお伝えしたいところあるんですけれどもコメントに関しては今後はですね、えー、授業の内容であったりとか自分自身の指導力の向上それに役立つ部分以外に関しては一切無視させていただきますのであらかじめご了承くださいあと、えー、個別具体的な勉強方法であったりとか個別具体的な質問等々 に関してはなんですけれども、えそちらに関しては僕自身が今後の動画を提供していく際の参考にはさせていただきます。というところでございました。ということでしてまあこの連日がですね、本当にまあその。 様々なことがあったんですけれども、今現在ですね、年度は立ち直すことができまして、明日に向かって進んでいこうという、えー、気持ちでいますので、えー、そのまあ、知った激励の数々本当にありがとうございました。今後とも僕自身ですね、自分自身ができることを精一杯考えながらやっていこうと考えておりますので、よかったらですね、こんな僕を支えてください。というところでございました。以上、トラでした。